始まりました、活弁シネマクラブ。この番組の MC を担当します、文筆家の織田裕俊です。本日は、2月10日から公開の雨降ってジ・エンドと2月24日から公開の彼女はなぜ猿を逃がしたかを制作された、映像ユニット群青色のお二人をお招きしております。今日よろしくお願いします。お願いします。どちらも大傑作だったんですけど、まずはちょっと初めてですよね、活弁シネマクラブ。初めてと初めて。そうですよね。なのでちょっと簡単に僕の方から、もうこの番組多分たどり着いてる方はもちろんご存知だと思うんですけれども、ちょっと簡単にご紹介させていただきたいと思います。はい。高橋泉さんが、どちらの作品も監督脚本を務められたというところで、はい、埼玉県の生まれで、現在は監督、映画監督と脚本家として活動されていまして、昨年の活動でいう と、この番組にも、登場いただいた松村慎吾監督の、そうなんですよ、あの時も僕がお話聞いて、はい、熱い胸騒ぎの、脚本だったり、あとは東京リベンジャーズシリーズや、君は放課後インソムニアなどの作品を昨年は担当されていまして、はい、そして、広末博正さんは高知県のご出身で、10代の頃より小劇場を中心に演劇活動を行い、2001年に高橋さんとともに映像ユニット群青色を結成、俳優監督としてご活躍されています。で、2004年の PFF ピアフィルムフェスティバルのアワードでは群青色の2作品がそれぞれグランプリ準グランプリを獲得したというところで、高橋さんのある朝スープは傑作ですけど、と、広末さんのさよならさよならが、グランプリ準グランプリをそれぞれ獲得し、2007年公開の14歳から、17年ぶりに今回、劇場を公開。そうですね、はい、めちゃくちゃ貴重な機会をいただいて、すごくもうちょっと やっぱりそれこそ僕90年生まれなんですけど、はい、なので14歳を見た時っていうのはちょっと多分高校生の時とかで、はいはい、それで知って、はい、すごくこうハマって、それからある朝スーパーを見たりとかで、田舎の方だったので、まあ、蔦屋で借りるものを借りてみたいな、はい、で大ファンだったのですごく緊張してます。僕は関係なく緊張してただ普通に緊張してます。動画とかで喋るのなかなかカメラの前に立つっていうことは、そうですね、多分広瀬君も芝居では別に普通に立ってると思うんですけど、はい、多分ね、こういう素面でなんか立つっていうのがちょっとやっぱりそうですか。いやー、はい、まずは17年ぶりの劇場公開というところで、はい、本当にもうこれまでの作品とかって見れた人はこの、なんだろう、ある種ラッキーというかタイミングだったりとかが良かったらっていう、ね、うん、まあ本当に足しげくその各作品絶対に見に行くぞって言って追ってる人も僕の知り合いにいたりもするんですけれども、うん、やっぱりなんか映画祭しか見れないっていうところがあったので、今回本当に嬉しくて、マジか公開するんだっていうのがまず最初にあったんですけれども、はい、現在のその17年ぶりの劇場公開っていうタイミングでのちょっと心境みたいなところからお伺いできればなと思うんですけれども、でもその、僕ら的にはやっぱりその作ったところである程度燃え尽きるというか毎回、はいはい、でキャストスタッフ のためにお披露目をどっかでしたいなっていう感じで自主上映とか映画祭とか出してきてたのと、ま、本当に心境的には一緒なんですよ、これも別に、はい、そこまで一緒だったんですけど、なんかそこからやっぱり僕らの多分作品を特に追ってきた人たちが見て、はい、あ、変わったなっていうふうに思うと思うんですよ。なんかそれはやっぱりその、うん、すごくこうやっぱり僕らの中のディスコミュニケーションというか、はい、閉じた世界でこう終わっていたものがなんかこう外に広がっていった感じがあって、なんか作品がだからなんかそのまあもちろんタイミングとかいろんな運もありますけど、はい、作品がなんか自分からこう出ていったみたいな感じで、僕らから上映公開に至りたいという感じではなかったんですけどね。はい、それはじゃあやっぱり劇場公開しないかっていうお話が動いたっていうところから。そうですね、はい、だから自分たちからなんかこう劇場公開したいんですけどみたいな感じではなかったので、あ、はい、やっぱりそれはいつもと変わらず出来上がって
映画祭とかで流れたらもうそこでああっていうところなんですけど、はい、うん、広瀬さんはいかがですか。いやもう心境的にはそのまんま一緒ですし、はい、ただやっぱそのまあ一本一本の作品の力ってどことなくどの作品も一個一個違うような気がして、はい、これはこれでとってもそれこそカラフルな、うん、なんかいいポップさの力を持ってるかなと思って、うんうんうん、それがこんな今こうやってお話しできるような感じになってると思います、うんうん、あ、まあ、多分要は多分作品が出ていきたがってるんじゃないかなっていう感覚です。僕らの中では、いやでも、この2作品見て欲していた作品だったなって思いました。潜在的にか、うんうん、はい、やっぱり今あるべき作品だなっていうのはすごく思いましたね、2作品と。まずちょっと簡単にでいいので、はい、まあ、本当にこの番組にたどり着いている方は多分相当なマニアなのでもちろん存じ上げてるとは思うんですけれども、簡単にこう群青色というユニットについて説明をいただけたらなと思います、はい、まあ、そのスタンスといいますか、はい、まあ、基本はその、僕は脚本家で、はい、広瀬君はあの演者で、はい、それぞれこう何か表現したいけど、まあ、監督がいないと成り立たないので、交互にこう監督、交互というか、まあ、自分が発案したらそれを監督していくっていう形で2人で脚本家と演者のユニットという形で、あの群青色っていうのはあります、はい、うんうんうん、その商業のフィールドだとなかなかやれないようなことをこうな、あのプレス資料で読んだのだと、はい、遊びっていう言葉が出てきたりはしていたんですけれども、はい、うん、いや、やっぱりそのさっきの話にちょっと戻っちゃいますけど、はい、作るまでが僕らは楽しいから、はい、やって本当になんか大人の悪ふざけをしているという、はい、ところで終わっているんですけど、ええ、だからそこからもちろん商業だったらあれじゃないですか、それを完成させて、うん、でかかったお金をこうペイするという、うん、なんか使命とかもいろいろあるじゃないですか、はい、でそういうのはなく、うん、で出てる人もまあなんかある種本当に遊びに来て、もちろん真剣に芝居はしてますけど、うん、はい、楽しんで楽しみに撮影現場に来てくれるみたいな感じなんですけどね、うん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 、でも今回はその公開に向けてのこう稼働がいろいろあったりするわけじゃなくて、こういうふうに言ったけど、はいはい、そのあたりのそのなんだろう宣伝というか、うん、みたいな周りの大変さみたいなのはいかがですか。いや大変ですね大変ですね、やっぱりなんていうんですかね、これ作るときは、はい、とにかく全てが自分の思ったことをただやればいいだけじゃないですか。逆に言えば本当ただやればいい、はい、これがやりたかったらこれをやる、これってもうやってりゃいいけど、やっぱり宣伝とかになると、うん、どうやったらみたいな、うんうんうん、僕がこうやりたいからといってそれが正しいとはやっぱ限らないというか、はい、そういうことの、まあ、別にまあストレスとまでは言わないけど、やっぱりなんかもう離れていってしまってる感じがするんですよね。作ってる時はやっぱ感覚で離れていってしまっている気はしていますけどね、はい、だってこういうビジュアルとかもやっぱりその宣伝の方々とかの視点が入ったりとかするので、そうですね、はい、映画作ってる時とはまた全然違うアウトプットの捉え方になってるわけですもんね、はい、うん、かわいいチラシです。いやすごい素敵な、はい、まずはその雨降ってジエンド、まあ、今回のメインの作品についてお聞きしたいんですけれども、いや本当にもう大傑作だったと思いましても、はい、本作には、まあ、そのいわゆる、まあ、そのマイノリティとされている人物が登場しますけれども、うん、その僕自身のここ数年の、まあ、多分社会全体もそうかもしれないけど、個人的にすごく関心があるのがその当事者性をこういかにして持つことができるのかみたいな、まあ、持たなければならない、まあ、絶対に理解することはできないかもしれないけど、どうにかしてその分かった気にならないで近づく努力をしたいっていうことがまず一つありまして、この作品にはその社会的な孤立から の, 新たな連帯の形みたいな、その切実なテーマ的な部分にももちろん感銘を受けたんですけど、やっぱりでも映画の作りの部分にすごく感動をして、すごくこのミニマルな最初の
も映画作りだったとは思うんですけれども、でも工夫、創意工夫次第でこれだけ の、 その社会的な、社会的に今必要とされるテーマを 最大級にこう描けるんだなっていうところにすごく感動しました、はい、まずあの企画制作の経緯からちょっと ざっくりでいいのでお聞きしたいんですけれども、はい、あの嵐の夜にっていう、はい、あの羊とヤギ、狼とヤギ、はい、あのガグとメイ、まあ、はい、あの種を超えた友情の話、はい、で本当に、まあ、この映画もそのままやってますけど、あの土砂降りの雨の中で、はい、あの廃墟というかの中で出会うっていう、うん、あの それをまずやりたかったんですよ、種を超えた友情みたいな、うんうん、ただやっぱり、なかなか今ってその人間の中で種を超えてないってことってあんまないじゃないですか、なんていうんですか、はい、あのどんな人種でもどんな文化で もう基本的にはもうあのみんな受け入れることが、うん、あの受け入れることが普通というかもうなんかその疑問さえちょっとなくなってるぐらいのところなので、なかなかその難しいなと思ってたんですけど、でもこのピエロが抱えてる秘密というのは、はい、あの多分この時代になってもやっぱりみんなあのなんていうんですかね、ちょっと受け入れられないっていう、うんうんうん、あの感覚になるんで、そこはやっぱりあのそれを、モチーフとしたらその種を超えた友情みたいな恋愛みたいなものを描けるのかなと思って、うん、そこが あれですね、始まりですね、うん、それは、もう脚本はいきなり書くわけではなく、こういうことをやりたいっていうのを広末さんにお伝えするっていう、そうですね、あのもう本当にほとんどできてなかった状態で広末君と話して、はい、ただあのモチーフだったりとかうっすらとしたものはあって話して、うん、あので広瀬君の中から出てきた言葉を拾ったりとか、はい、考えを拾ったりとかしながら、うんうん、もう一気に逆にバッといったっていう感じですね、うん、広瀬さんとしてはお話初めて聞いた時ってどういう印象だったんですか、うん、いやめちゃめちゃ面白いなと思って、うんうん、早く絵で見たいと思いました、うんうん、いつもそうですけど高橋さんの構想を聞く、うんはいはい、でそこから話して2人で話してて肉付けがちょっとでもはい、できてくる過程も面白いし、うんうんうん、いや楽しいです毎回、うん、毎回脚本はそういう風な作り方大体、でもやっぱりあの酒飲んでダバなしをするっていうのは、うん、まずそこから始まりますね、はい、割とスマホとかで僕広瀬君が言ってることとかメモしてああそうなんですね、海ながら、うんうん、ちょっとあのその猿の方に行っちゃいますけど、あの、はい、感情の天下りっていう言葉が言ってました、はい、飲み屋で言ってて、あ、そうなんですね、確かになんかもう、あ、まあちょっと話ずれちゃいますけど、感情とかなんか人の感情に天下ってみんな結構言ってて、自分の感情に飽きちゃって、はい、みたいな話とかこうメモしたりとかして、そういうのが土台にあって、はい、で今回で雨降ってて言うとあのカラフルっていう言葉、うんうんうん、自体は広瀬君から出てきて、はい、でそういうのとかをメモしたりとかあの話しながら、である程度なんかぼんやりでも見えたらもうダッと走っちゃうっていう脚本で、うん、他の作品とかでもそうですけど、その脚本家としてだけ参加する作品もそうですけど、はいはい、割と筆はやっぱりこれだけ、まあ、作品膨大な数やられてますけど、本当に短期間で書かれるんですか。でもあの、まあ、映画の場合逆にあのこっちがいくら早く書いてもなんか色んなことが済まなかったりするので、はい、あれなんで、うん、あれですけど、まあ、基本はでも筆はやっぱ早いですね、うん、あのなんかどっちかっていうと憑依型の脚本家なんで、あ乗っちゃうともう最後までわーっていっちゃうタイプなんで、うん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 、それこそそのこの2作はオリジナル、完全オリジナルですけれども、はい、普段お仕事メインでされてるのはやっぱり、まあ、先ほど紹介した作品「東京リベンジャーズ」とかもそうですけど、はい、原作ものじゃないですか、はい、そういうのとの向き合い方ってやっぱり全然変わってくる。そうですね、うん、あのファンの方も大切ですし、はい、そのやっぱそうですね、あの難しいのは難しいんですよ、うん、でも裏切らないことばかり意識してると、はい、セリフがコピペになってくるんですね。だからここのセリフはファンが
好きだから絶対撮っとかなきゃいけないとか、はい、言い方を変えてはいけないとかってやっていくと、もうこう切り張りになっていっちゃうので、はい、そこはなんか一本あのどうしてもこう自分の中で言葉に変セリフを変換しないととかっていうのは意識してますけどね、はい、逆になんか本当コッペとかするんだったらもうなんていうんですかね、漫画でいいじゃんとか、はい、あの小説でいいじゃんってなっちゃうので、うんうんうん、ああそうか、はい、映画だからこそ、うん、映画にするためにはどうするか、うん、そして今回はその脚本はでももう流れとしてはそのお二人で簡単なやり取りがあってバッとできていって、はい、でそこからこう撮影にっていうのはもう本当にあれですかね、その他の普段の別のお仕事との兼ね合いを考え考慮しつつやっていったっていう。でもあの多分もう、スタッフ今回そのアミフタプロの方がやってくれてるので、はいはい、その人たちが空いている隙であったり、はい、あとはまああの古川琴音ちゃんの、はい、空いてる時間だったりとかっていうので、うん、もう見えた場所で僕のスケジュールは考慮されてないです僕のスケジュールは考慮されてないです残念ながらでもあれなんですよ、その作ろう、これまでの作品もそうですけど作ろうってなって、まあ、脚本を書いて撮影にっていう、うん、そのなんていうんですかね、タイミングの感じというかは どんな感じなんですかね。どんな感じというか、なんて言うんですかね、そのまあ一本の作品があったらそこに向かってやっていくわけですけれども、はい、他にお仕事がある中で撮られるわけじゃないですか、はい、お二人で。ってなっていくと、そのなんか例えばちょっと先延ばしになっちゃったとか、うん、あるいはもう今やらなくちゃいけないとか、うん、いろんな問題が起きてくるのかなと思うんですけど、この2作に関しては、でも基本的にはその脚本を作るまではもう一気にいっちゃいますけど、やっぱりそこからあとはあの、うん、まあでも急ぐことはないですかね別に、うんうんうん、今書いたから今やらなきゃいけないっていう、なんか そういうものを別に書いてるつもりはないんですね、うん、あのずっと気になっていたこととか、うん、あのそういうことを書いているので、それがあの10年後に出ようが、うん、あんまり変わらないとは、変わらないように伝わると思ってはいるんで、うん、なので急いだりとかはしないですね。基本的にはもう、うん、あの書くまではなんかもう気持ちが乗ってるからわっと書いちゃって、あとはもう物理の問題はちょっともうさておきというか、うん、なんでだから普通の映画よりはあのなんていうんですかね、その辺がこう固まらずにスタートするというか、はい、うん、書き始めても取れるわけではっていうのは聞かれない感じで、はい、うんうん、広瀬さんはその最初にお話を聞いて、はい、でちょっと意見をしてっていうところから実際に脚本が仕上がってきてっていうのを活字でこういざ読んだ時っていうのはどんな印象でしたか。めちゃめちゃ面白い。さっき同じこと言われた。で毎回その高橋さんの書く文字ってとても僕の中では映像にしやすいというか映像に なりやすいもんで、だからあこうやって動けばいいのかなとか、うん、とても、うん、あの分かりやすいんですよね僕の中で、はいはい、なんでそれをあとは体現できるように準備するという感じです。それっていうのは他の、脚本家さんが書いたシナリオとはまたそのなんだろう、広瀬さんから感じる、広瀬さんとして感じる高橋さんのこの脚本 らしさみたいなのっていうのはどういったところがあるんですか、ね、まあ、今おっしゃってたことがまさにそうなんだと思うんですけれども、はい、あのそうですね、脚本の中でもあるんですけど、はい、古川さんのセリフで、はい、あの、あなたは文字じゃない声だっていう、はいはい、でも本当なんか高橋さんの脚本でそんなような感じがするんですけど、あの喋りやすいというか、はい、声にしやすい。でも多分その脚本を受け取った時点で、はい、あの今度は広瀬君側から組み立てなきゃいけないというか、その多分役者さんとして脚本を、はいはい、あの仕事として受けたら多分、まあ、自分のセリフとか役割がどんなものなのかとか多分その辺を、まあ、ある程度ねなんかあの見とけば
いいじゃないですか。もちろんあのちゃんと演じるにしても最初はね。でも多分脚本が届いてしまったら多分内側からそれを広瀬君は作らなきゃいけないので、はい、現場で、はい、まあ、ある種の責任はあの多分負ってると思うんですけど、そうでもない。いやもう任してくださいということで。このピエロ、雨森さんに対する印象みたいなのはいかがでしたか。やっぱそのそうですね、持ってる性質が性質なもんですから、うんうん、あのでもその側だけであの惹かれちゃう嫌いもあるじゃないですか、この性質は、うんうん、だからその前に愛嬌というか、うん、滑稽さというか、はい、身近なものにこの人を置いてもらえないかなと思って、うん、そこら辺は注力して努力しましたけど、うん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 、いやなんかあの見ていて、まあやっぱり古川さん演じる日和さんの視点で僕らも見るので彼女が惹かれれば惹かれるほど僕らも惹かれるっていうのがあるんですけど、まあ、それとはやっぱり別の一観客の視点として雨森さんに純粋になんか惹かれるところはあったんですけど、はい、そのあたりっていうのは何どういったこう具体的な工夫といいますか、何かまあ演出であったり演技の仕方であったりとか、まあ、ああいうこのなんていうんですかね、サスペンダーの仕草だったりとかいろんなところあると思うんですけども、でも動きとかまあ、そのこの役の特徴的なものは、まあ、言ったら全部広瀬君が作っているので、はい、あれですけど、その、なんていうんですかね、まあ、やっぱり僕も最初こう書き始めた時はちょっと、なんていうんですかね、雨森っていうキャラクターがちょっと怖いかなと思って、はい、ちょっと戻ったりして書き始めて、ちょうどいい瞬間がやっぱあるんですよ、脚本って、人物に対してセリフを吐いた時ちょうどいい瞬間が見っかるまでは結構やっぱり難しかったなと思いますけどね。でもそれ見っかってしまったら、あ、こんなに可愛らしい人なんだ、うん、で誠実な人なんだっていうのがなんかこう自分の中で入ってきて、でそれの肉付けというかもっと上の作業を広瀬君がやってくれたっていう感じで、できるだけ本当に前半その、この人好きになって好きになってもらうというか、まあ可愛い、はい、アホだなとかって、はい、なんかこう微笑ましく見てくれればなっていう思いを持って作りました、ね、その書いてる途中で怖いかなって思われたっていうのはどういったあたりだったか。なんかやっぱ一番最初に出会いから、まあ、そもそもそのちょっとあれじゃないですか、あの暗闇から声がして私水ダメなんですよねみたいな溶けちゃうじゃないですか、ね、やっぱり怖いなと思いつつ、はい、でもそう思ってこう戻って、でもセリフは多分一緒でいいんですよ、ただやっぱ言い方が何か自分の中でまだこう違ったのかなと思って、ちょっとそういうのをこう考えていったらちょうどいい感じのあれになったんですけどね、はい、うんうんうん、広瀬さんその実際に演じていく上でまあ、動きであったりとか話出たよとかって どういうふうにこう生み出していったというか、うん、でもそのそうですね、その脚本の中で書かれてないとがきを自分で書いていく感じですかね、はいはい、付け足していって、はい、でそうですね、邪魔にならないというか余計なものにならずに、うん、プラスになっていく方法をこうなんとか自分なりに、うんうんうん、でまあ現場でやってみて高橋さんが笑わなければそれはちょっと違ったんだそういうことで、高橋さんとしては結構こう注文というか演出をつけるんですか。いや僕はほとんどやっぱ しないですね、はみ出しているものをこう、はい、削いでいく、収めていくという、はい、羊飼いになりこそれ以外はあんまり、やっぱり僕は脚本家が作った映画だとやっぱはっきり自覚していて、はいはい、脚本で、もう演出はもう終わっているというか、そういうイメージでそれにどう乗ってきてくれたかっていうことをなんかこう、あとは収めていくだけっていう感じなので、
まあ、群青の基本やっぱそうなんですよね。こう広瀬君に対してまずあの広瀬君が持ってきたものっていうのが、はい、僕の中では割と正義なんですよ。うん、あのそれがなんか正しいとか間違ってるとかではなくて、なんかもう、はい、群青の芯なので、やっぱりそこは、はい、で僕の脚本も僕群青の芯なので、やっぱ演者と脚本家 の、うん、はい、あの作った映画だなとは思うんですけど。そうなんですよね。信頼関係がここまでできるからこう、はい、そのカメラの前でも勇気持ってこうチャレンジできるっていう、はい、その内側のプレイヤーとして見せたら、はい、他の人たちもなんか乗ってきて、はいはいはい、勇気持ってやってくれたり、そういうことになればいいなという感じで。それこそ僕はあの、まあ、ラストとかももちろんすごく感動したし、こう うるっとくる瞬間いくらでもあったんですけど、その雨森さんと日和さんがこう ドア越しにこうアクションをし合う瞬間があるじゃないですか、はい、ドア開けて暗闇から雨森さんが出てきて、あそこのシーンすごい泣けたんですよね。いやなんか古川さんってもう本当にたくさんいろんな作品に出られていて、まあ、僕も大体、まあ、映画とか、まあ、特に追ってるんですけども、なんかまだ見たことない表情がしてるなっていう、というかこういう顔するんだみたいなのが見えて、実際その現場を見ているわけではないのであれですけれども、でもなんかその昔みたいな、そのなんだろう、すごい追い込みみたいなのをおそらくかけた現場ではないだろうなっていうのは想像できましたし、そういう現場でありながらもここまで役者さんって新しい表情というか新しい引き出しを開けられるんだっていう感動があったりしたんですけれども、あのあたりとかっていかがでした？いやでもやっていて多分本当にそのなんか自分たちのことなんかよく言うのもあれですけど、いや僕の脚本の言葉と多分広瀬君の相対した演技でやっぱり、はい、あの変わったんじゃないかな、はい、あの変わったというかその場にいい形で言ってくれたので、そうですよ、こんな引っ張られてこんな、うん、そもそも琴音さんがもう脚本から飛び出てきちゃった人っていう僕ら印象でお会いした時に、はい、だからもう彼女のその場に立っての空気、うん、作品の空気、雨降ってるし空気を彼女自身が持ってきてくれたので、もう、うん、あとはもうわっしゃわっしゃねって感じ、一緒にやろうよ、いやでもそれこそ本当に、まあ、やっぱり彼女の存在あってこそ雨森さんの可愛さも際立つっていうのはすごくあったんですけれども、そもそもそのキャスティングのところで言うと、まあ、他の方々はあの常連の方とかも入ってるわけですけど、はい、まあ、古川さんは初めてみたいなところですよね、はい、まあ、なぜ彼女だったんだ、まあ、その出てきたようなっていうお話がありましたけど、はい、そもそものその出会いといいますか、プロデューサーの方に、まあ、プロフィール見せてもらった時にも、はい、まだ古川さん多分本当に、目にすると言ったらあのマクドナルドの CM とかにこう出てたぐらいで、はい、でもやっぱり強烈に覚えてて、うん、あ僕この人がいいですって言って、はい、であのでも何人か会ってみましょうかとかって言って、あのもちろんすごく素敵な人もいっぱいいましたけど、やっぱり、はい、あのなんていうんですかね、こうさっきも広瀬が飛び出してきたようなっていう、そのやっぱ脚本って書いてったら絶対に誰かしらがいるじゃないですか、いや多分この地球上に絶対いる人が、はいはいはい、この本にはいるみたいな、はい、このでそれがまさに本当に琴音ちゃんだった感じはしましたけどね、会った時に、うんうんうん、書いてった先に本当にまさにこの人がいたって感じ、うん実際そのまあ、でもあれですか、そのすんなり彼女がそのまあ快諾といいますかやりますっていう感じだったんですか？そうですね、はい、だからあの逆にだからこういう物語なので、はい、まあ、あのいろんな受け取り方があるんですけど、でもあの本当に本の中にその、まあ、大切な人が、こういう秘密を持っていたらどうですかっていう感じを、うん、多分ちゃんと読み取ってくれて、うんうんうん、あのそれをあのなんかこうノートとかにこうまとめてきてくれて、はい、多分自分の中 で結局この間も取材で一緒になったんですけど、はい、
結局今でも受け入れることはやっぱり難しいみたいなことを言ってたんですよね。そのなんていうんですかね。でもだからそういう平行線の中でもう多分彼女の中でいろいろ考えてこの役は受けてくれたんだと思うんですけど。結構じゃあディスカッションというかやったりはされたんですか。いやでもやっぱりその平行線のままでその完全に理解し合うことはもうない、はい、ないし、このピエロの含んだ謎については、男性女性の意見もあるだろうし、はい、なんかいろんな意見があって、平行線のままでただ自分の大切な人がもしそういうことになったらっていうことを持って帰ってもらうやっぱ映画なんだろうなって思って、はいはい、なんかそのそうですね、まあ、見ていて唯一回を別に出すわけではなくこの2人のなりの答えというかそうですね、はこの形としてあるよ、うんうん、あなたはどう思いますかみたいな、はい、まあ僕はそういう受け取り方をしましたけれども、はい、うんうん、いやその古川さん本当にいろんなタイプの作品出られてますけど、作品まあそのマネージャーさんとかがもう素晴らしいんでしょうけど、やっぱり作品に恵まれてるなっていうのはすごく見てて思いますよね、うん、面白い作品で、この、まあ、雨降ってジエンドという作品は、うん、その、まあ、マイノリティとされる、はい、まあ、今ってでも少しずつそのマイノリティとされていた人々が自分の、まあ、いろんな思考だったりとかをこう開示できる社会になりつつあるなとは思ってはいるんですけど、はい、まだまだでもちょっと進んでないところもありますけれども、うん、でもそう変わりつつはあるなと思っていて、実際その私もと言ってこう開示する人も増えていますし、それぞれに多分何か言えないことだったりとかもやっぱりあります、あると思うんですけれども、この映画を制作されたお二人として今思うことだったりとか、まあその実際に作品としてこうアウトプットされたわけで今思うことだったり何かこう見える景色が変わったなみたいなことってあったりしますか。でもどうですかね。なんかでもこれ作ってで、はい、そのまあ気持ちをこう話せばまあこう世界はこう色づいて見えるみたいな、はい、ことをやってみた時にすっごい昔の話を僕思い出して昔をね、うんうんうん、僕20だからそれこそある朝スープあって自分がパニック発作を起こしてそれで作ったんですけど、はい、あの時に確か広瀬君にパニック障害になったこと話したんだよね俺ね、うん、そしたらその時に電車に乗っててもう吉祥寺あたりをこう通ってる電車の中で広瀬君がまあ電車に僕はその時に乗れなかったんで、はい、乗ってる時に広瀬君が大丈夫ですかとかって言ってくれて、多分あれってちょっとだからやっぱ恥ずかしいとかって思ってもし喋らなかったら、はい、なんていうんですかね、多分そのまま本当にどん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 陰に入っていくっていうか、うん、あれをもう喋ってしまって何ならもう映画にしてしまってとかって言ってこう、うんうん、なんか話してたらやっぱ良くなっていったなっていう気持ちが、はい、を思い出したんですよこれを。だからすごいやっぱ人になんかこう伝えるっていうのは、はい、理解されないとしても分かり合えないとしてもなんかこう伝えるっていうのはなんかすごいいいことなんだなっていうことを、うん、今思い出してます。やっぱりそのなんていうんですかね、ソーシャルワーカーの方々とかの現場とかでもやっぱり話すことが一番大事、最近ちょっとその全く映画とは関係ないんですけど、依存症の方とソーシャルワーカーの方の対談のインタビューをしたんですけど、はい、そこでお二人とも言ってたのが話す、語るっていうことが何より大事だったんだみたいなことをおっしゃってましたね。話すことによって、それを受け止めてくれる人がいるかどうかもまた大事なんですけど、なんかそこで居場所ができるっていうようなことをおっしゃってて、なんかつながるなってこともちょっと思ったんですけど、広末さんとしてはいかがですか、この映画完成して。はい、そうですね、その一人でこう思い詰めている時間って、まあ、色で言えば単色なような気がするんですよ、はい、一色というか、うん、で
その時間を過ごして素敵なあの人生を歩んでる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、あの作品に昇華したり、はい、ただ一般生活でその単色に陥ってる人って結構しんどいと僕は感じるんですね、はい、で僕も高橋さんと出会ってこう、うんうん、いろいろ会話をしてってこうやって作品を作れていってるって、はい、もうそれだけでなんてカラフルなんだろうってカラフルになったと思うんですよ、はい、だからさっきその会話じゃないですけど、うんうん、それこそそのカラフルっていうことはそういうものに詰まったカラフルであって、うん、だからこの作品にとっても合ってるなと思います。その言葉カラフル、うんうんうん、一人じゃ生まれない色ですからね、はいはい、そう、あ、マモリさんも随分使われて、相当使われたの？あ、使われたそう、うん、日和も使われてんじゃないですか、これ、うんうんうん、急に、うん、いや、だからこの作品を劇場で名前も知らない人たちとこうスクリーンを見上げて何か話せたらいいなっていうのはそうですね、すごく思います、はい、そして本当にも笑ってもっと笑ってほしいなんですかね、これやちょっとあれですか、まあ、笑いとしてなんか成立してないのかなおならとか面白くないのかな、うん、続いて、2月24日から公開の彼女はなぜ猿を逃がしたかという作品にもちょっとお話入っていきたいんですけれども、はい、こちらもあの非常にこう今日的なテーマを持った作品で、あのそれだけでも一見の価値ありっていうところなんですけど、なんかそのテーマ性以上にその テーマというか予想していたテーマからどんどんこういくつもの仕掛けが施してあったので、いやすごいスリリングな映画体験だったなっていうのがありましたし、なかなかこうなんでしょう、映画と、演劇とかドラマでは難しい、まあ、映画じゃないとできないような、うん、あの実現できないようなすごく技巧的な作品でもあるなっていうのを感じたんですけれども、本作のその企画制作の経緯からちょっと簡単に、はい、お話しいただければなと思うんですけど、これはあれですね、あの、まあ、ニュースであの、はい、高校生が猿を逃がしましたはい以上みたいなニュースが書かれていて、本当にそれだけで続報も何にもなくて、はい、どう、何だろう何だろうとやっぱ思ってしまって、はいはい、でこの高校生は何がしたかったんだろうとかってやっぱ考えていくうちに、なんか その何ていうんですかね、第三者が別に知らなくてもいいことを他人にこう教えろというか、何ていうんですかね、うん、こうやることがなんかすごくあのいろんな物事をややこしくしてるなっていう感覚がやっぱりあって、はい、うん、それは僕も同じふうにやってしまうんですけど、はい、だそういうところからあのちょっと作ってみたいなとか、彼女をその高校生を、取材するっていう、はい、本当にこの2人だけの最初は構図で、うんうん、あの始まったんですけどね、うん、このその後半とかにかけてのこう展開がこうなんていうんですかね、どんでん返しというかなっていくようなものっていうのはこう脚本書いているうちに思いついたっていうか、そうですね、あの、うん、多分あのまあ言ってもプロットの段階では1点ぐらいはしてるんですよね、はい、あのそうですね、1点ぐらいはしてるんですけど、うんうん、脚本を書いててなんかさらにもう1点とかしてるんだと思うんですね、うんうんうん、なんかやっぱりいや多分最初のって僕の中であんまりやらないけど、なんか怒りが結構強かったような気がしていて、はい、はい、あの、うん、そのなんていうんですか、第三者の外の声がでっかいすぎて、うん、それがなんていうんですかね、その良かれと思ってても人を傷つけたりするし、はい、うん、そこに対してなんか結構怒りが最初強かったんですけど、うん、やっぱね、あのなんですか、根が優しいというかなんか根が優しいのか、やっぱりあの、うん、その怒って狂って終わりみたいな物語ではやっぱ終われなかったというか、やっぱ出てる、うんうん、はい、あの人物が最後なんかこう
何かこう柔らかく終わってほしかったっていうのもあったんで、はいはい、で彼女と彼、まあ、高校生の彼と彼女 の、はい、の最後の会話とかがそこら辺から生まれてきたとは思うんですよね。だから本当に、一転してまたその最後のとかっていうのは、はい、脚本書きながら多分生まれたと思うんですけど、その怒りの感情っていうのはやっぱりそのよくある、まあ、この作品で描かれてるのはその切り抜きだったり、うん、切り取りだったりとか、うん、まあ見る瞬間によって見る瞬間とか立場によって物事の見え方って変わるのに、それで善悪をこう決めつけちゃうみたいなところだったり、それはやっぱりあのだからその、 あのこの優子優子役の、はい、には多分が言ってるセリフとかでは結構なんていうその時怒って僕が書いてるはいはい、はい、なんですよね、その、うんなんていうんですかね、こう不寛容な世の中、もう世の中は不寛容だよって言ってるくせに、はい、なんていうんですか、自分の嫌いな人とかが叩かれてるみたいに見ると、うんうんうん、キャンキャン言いながら、はいはい、飛び跳ねてるじゃないですか、やっぱり。いや、人間ってやっぱそんなもんだと思う、はい、僕もそうなので、で、あの、できないですよね、うん、そう、やっぱりそういうところに対して怒ってるんだけど自分もそうなんだけどっていう、うん最初は割とこう本当に何かこう力なんか傷つけるぐらいの気持ちでやっぱ書き始めたんだとは思うんですけど、うんうんはい、でもやっぱそこまではやっぱ行かなかったですね。行きたくなかったというか、うん、はい。ルセさん脚本読まれていかがでした？あ、これに関してはあ、でもそうか字面だと割とすんなり、はい、脚本で飲み込めたんですけど、はい、映像にしていくうちにあれ僕は今どの位置にいるかっていう、はい、見失いがちな、はい、とっても入り組んだものに感じてしまって、はい、なかなかこう自分の立ち位置をこう確認しながらやるのが少し難しかったんですけど、はい、まあでもまあでも面白いしなやっぱやってる側はこれしか出てこないんですよね考察とかその含まれてるもののものじゃないですか、はいはい、含まれてるものが、うんうん、そうですよねすいませんあの、うん、そうなんですよね申し訳ないんですけど、うんうん、でも撮ってる僕も分かんなかったあれこれ今拾ってるの分かってて演技してなきゃだってなんかそう、うん、これを撮ってるの今誰だっけでしょうこれでもそのすごく複雑な構造だなって、僕もだから見終わってから見てる間もあれあれってなりながら見てますし、うん、見終わった後も整理再整理というか、うん、した後になるので鑑賞体験がずっと続くような映画だなと思ったんですけども、なんかそれをそういったあたりも文字だったらすんなり入ってきたんですか？そうですね、うん、文字だと、うんうん、ちょっとややこしくよりややこしくしてしまったのが、はい、この女の子のお母さん役をそのまま、はい、この深夜優子役の、はい、がお母さんやっちゃったんです、はい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 、それで僕一気にぐちゃぐちゃになっていやでもそれはそれで面白いなと思ったんですよ、はいはいはい、で高橋さんがキャスティングでいやこれみどりさんで行くって言って、はい、面白い切り口だよ。ん？大丈夫かな？でやってみたら、あやっぱ混乱する。そうですね、確かに見ていてすごく混乱しましたね。そうですね。ただでもやっぱり最後まで見て、その反省していくうちに、うん、ああなんかすごくベストというか、うん、いいなっていうのはやっぱり思いました。そしてこの作品ではその、民役あの、猿を逃がした女子高生役の、藤島香音さんと、はい、広瀬さんが、広瀬さんが演じると、そうですよね、はい、役が名前がちょっとごめんなさい、守君、あっどっちって違う広瀬さんの、 あの役が、ソータさんの、職場に来ている、はい、男時代役の萩原
マムロさん、はい、でお二人すごい若い二人が、うん、あの群青領で初参加っていうところですけれども、はい、どういった流れでこうキャスティング決まったんですか。素晴らしかったんですけど二人とも、はい、もう多分本当にそのあでもあのカノンちゃんの方はあのもうあのやっぱり何人か若いこの写真を見せてもらう、写真というかプロフィールを見せてもらって、はい、であの彼女に会ってみたいっつって会って、はい、ですごい底抜けに明るいんですよこの子、学校が楽しくてしょうがないっつって言っててでやっぱりちょっと陰な部分を演じることになるじゃないですか、はい、でそれを多分本当に陰な子にやらせても多分なんていうんですかね、 ああいうなんかすねなんて跳ねっ返りみたいな感じは出ないんじゃないかなっていう感じです、はいはいはい、なんかこの明るい子がちょっと陰な方向に向いてったら、はいはい、なんかそういう雰囲気が出るのかなと思ってあのかのんちゃんにしようと思って、はい、いや確かになんか独特の謎めき感というかがありますよね、その真意心がどこにあるのかがわからない感じと言いますか、まもるくんの方はあの僕なこれの何年か前にあのちょっとあの配信のドラマを撮った時あったんですけど、はい、その時にあのオーディションに来てたんですよ。あでめちゃめちゃいいと思ったんだけど、はい、その時はまだそのなんていうんですか、やっぱりあのそれ主役の役だったので、なんか、はいはい、やっぱりあの花があることというか、うんうんうん、名前がもっとあるかっていうことで、はい、あのちょっと選びれなかったので、もういつか仕事したいなと思って、うんうんうん、声かけたらやりますって言ってくれた、うんうんうん、でもどちらも本当にフレッシュ、うん、フレッシュ、フレッシュというかなっていうのね、はい、うんうん、いいですよね、みずみずしくて、うん、広末さん実際に共演されていかがでしたか。いや大したもんですよね、そのいや、まもるくんも、うん、あの大したもんですか二人で寒い中待ってる、はい、待ってもらってる待機時間があって、ええ、遠目でそれおじさんたちが見たんですけど、あの良かったですよね。あの発射も着地も全く何にも見えてない。いやこの時間軸で過去や未来や今や過去を行ったり来たりするんですけど、はい、その過去の時間軸をに、なんかいる二人だって思わせてくれたっすよね、なんか、はいはいはい、過去なのにフレッシュっていう、なんか不思議な、うん、感覚を持たせてくれました。そう、なんかの最後ノスタルジーというよりはなんかすごいフレッシュな感じが、うんうんうん、あのしたなと思うんですけどね、うん、確かに、うん、未来に向かっていくというか、うん、はい、本来は時間軸で言えばね、あそこから辛い時期が、はい、あそこから叩かれることただすごくいいラストというか明るいところに向かっていく感じが、でもそうあってそういう時間があってほしい、はい、であったはずだと思うことのところなんで、それ見事にやってのけたなという感じです。その頃の2人はこのお二人はでもどうでしたか、その脚本に関してその質問だったりとかその理解というか解像度というかは多分その多分理解してないんじゃないかあのいや、ある種だから そう、はい、その僕らというか、あのその、まあ、多分誰も分かってなかったのか僕も含めみんな出たとこ勝負ででも そういうことも多分、そんなことは多分小芸家では絶対できないので、はいはい、あの、なんですかね、それはそう、もう出来上がる形というのはもう最初からみんな見えてなきゃいけないし、はいはい、やっていかなきゃいけないので多分誰も見えずにやってるところがなかなかいいんじゃないかなと思うんですよね。でもそれはそれこそさっきのフレッシュさっていうところにもつながってくるのかなって思います、うんうんうん、そのやっぱり前後とかを考えちゃいすぎると多分もうちょっと固まったものになりそうですので、うんうん、ただ今この瞬間を一生懸命生きるっていうのが、うんうん、あのフレッシュさにつながってるのかなっていうのを今聞いていて、うんうん、
変に役者さんだとそれ不安になっちゃうがちなんですけど、はいはい、けど彼らはそこら辺あの肝が据わってるというか若いからうーん勢いなのかわからないですけど、はい、もう、まあ、足取り軽くそこにいてくれましたね、うん、勇気を持って本当にそうですよね役者さんによっては理解しないとどうしようも 理解まず したいっていう方だっているわけですもんね、うんうん、それはじゃあいつも本当に群青色の作品に参加される方々は何かこう嗅覚というか感覚が近い方が集まってくるっていう感じなんですかね。そうですね、うん、そもそもなんか僕らがあんまり理屈というものをそんなに好きじゃないっていうのをなんとなくこう話してたりするので、うん、まあ理屈多分あのこの役も理屈じゃないんだろうなっていう感じでみんないてくれる感じですね、あのいつものメンバーとかは、うんうん、だからあんまりなんか深く考えずにとにかくなんか目の前の本当その瞬間を生きるみたいなことを、うん、多分みんなやってるんだとは思うんですけどね、うんうんうん、でそのちょっと話を戻すこの雨降ってジーンエンドと、はい彼女はなぜ猿を逃がしたかの2作品って、まあ、いろんな共通点が見つかったというか、まあ、あったんですけども、まあ、その一つは、まあ日常の中に物語をこう生み出そうとしているところだったりとか、うん、あるいはその、まあ、日常に意図的にこう、まあ、演出ですかねを作ったりとか、うん、共感というものを求めていたり、うん、あるいは物で言うとプリンという、うん、プリンが出てきたりニッパーが出てきたりとか、うんっていうのもありながら あるいはあれですねその雨降ってジエンドで言えば、バズるっていうこと、うん、で彼女はなぜ猿を逃がしたかっていうのに対してはその、猿を逃がした彼女を叩くっていう、うん、まあその近いところにあると思うんですけど、うんまあ、そのファナティックな、大衆というかがあるなと思ったんですけど、うん、でまあ一番明確なのはカメラかなっていうのをすごく思ったんですね、うん、でこれは最近すごくまあ思うことなんですけど、まあ、カメラを向けることによる潜在的なこう暴力性や加害性も描いているのかなっていうのは2作品通して見て思って、うん、で今ってまあ誰だってカメラ、まあ、スマホを持ち歩いていて私人逮捕とかも流行るような時代じゃないですか、すごくあれって暴力性が怖いなと思うんですけど、そのあたりっていうのは何か意図しているところはあったりしましたか。多分意図はしてないですけど、でも、うん、あの多分心の中でどっかでなんかそういうことがやっぱあるのかなとは思いますね、うん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 、でも実際やっぱりその映画を撮るって、はい、その撮る人たち作る人たちでそれで賞賛を得る人たちはいいんですよ、でも実際にやっぱ映画を見てそれで傷つく人はやっぱりいるわけじゃないですか、なんかそこら辺はなんかあの実際にやっぱ上映会とかであの、ね、あの私は世界 の、 あの、ね、あのちょっと DV 的な表現があったんですけど、うんうん、それに対してすごいあの年配のおば様にねすごい詰められたっていう、うんはい、いやでも彼女はすごくなんかすごい怒ってたんでやっぱすごい多分傷ついたんだろうなとは思って、うんうん、そういうことをやっぱりあの考えながら考えるからそのなんか表現を緩めるとかやめるとかそういうことではなくて、はいまあ、そもそもあのやっぱカメラで何かを撮るっていうのはそういうことを生むっていうことはやっぱりどっかでもうあの大阪の上映だから 10年も前じゃないか5、6年前か5、6年ぐらい前からなんか多分どっかで刷り込まれてると思うんですけど、うんうんその広瀬さんカメラをまあ向ける側で、うん、あの雨降ってでは向けられる側で、はい、彼女はなぜでは向ける側ですけれども、なんかその役者さんとしてどうでしたか、その劇中の中でカメラを構えるみたいなことっていうのは。そうですね、なんかちょっと構造としてもそのなんだろう、やっぱりカメラを向ける、僕も今いきなり向けられたらやっぱり嫌じゃないですか、うん、お互い、うん、でもやっぱり時間を重ねて親密さみたいなものが生まれてきたら向けられても平気だし、それがやっぱりこの2人の間 で、うん、で彼女の撮る絵が変わっていくっていうのもそういうことだと思いますし、うん、彼女はなぜ猿を逃がしたの方もそうかなっていうのは思ったんですけど、うん、何か
彼女の方の僕がカメラの向け方ってとっても癒しい向け方じゃないですか。はい、しかも安全地帯から、はい、その癒しい顔をなんとかこう出したいというか、はいはい、あの嫌い、その顔が嫌いだからその顔を出したいっていうか、はいはい、そういうのに努めてた感じがしますね。ちょっと半開きだったんですよ。いや、そういうことを広瀬がコントロールしてやるんですよ。鼻水とかもわざと出したりとかね。わざと言えますよ。どうですか、この最後にこう俳優から見た監督の顔、監督から見た、まあ、今までもたくさん広瀬さんの魅力はお話しされましたけど、改めて、まあ、あるいはユニットとして映画を作ることの強みであったりとか、うん、まあ、僕らの場合は多分、まあ、ちょっとおこがましいですけども、お互い足らないところを補完し合って、うんうんうん、なんかこの作品、僕らにしかできない作品が生まれてるような気がしてて、はい、いやそれ、まあもう、うん、いや尊いもんだなと思います、うん、なんかできるだけそれは一本でも作りたいなと思います、うんうん、あ、ここは大丈夫ですけど大丈夫ですか。そうですね、いや、なんかやっぱ強いですよ、やっぱ2人って。うん、で本当にそのだから20 24年ぐらい泣かず飛ばずでやってきたんですけど、いや本当に良、はい、かったなと思ってますね、今、はい、今というか、まあまあ本当に毎年思ってますけど、本当心底、うん、やっぱ2人じゃなかったら絶対辞めてしまうし、辞めてただろうし、というか、まあ、うん、そうですね、本当に、まあね、その漫才師さんとかはあれなのかな、そういう感覚とかやっぱあるのかな、なかなか多分映画撮ってる人たちでこの感覚ないと思うんですよね、はい、あ、この感覚はないと思うんですよ、ええ、本当にびっくりするぐらい多分本当に心強いんですよ。友人関係とはまた違うんじゃないですね。うん、群青用なんですね、うん、はいはい、関係性の名称が群青用。そうそうそう、こうやってインタビュー受けてもね、やばくなったらこうやって見るやばくなったら見ようっていういや、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はこの辺で、はい、はい、まあ、この雨降ってジーエンド、彼女はなぜ猿を逃がしたか、もう傑作ですけれども、次の作品もまた楽しみにして、はい、またその時はお話、はい、ぜひ伺えたらと思います、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。